いいですか。いいっすよ。こんにちは、佐藤です。こんにちは、徳君です。徳島です。お願いします。はい、後付けよろしくお願いします。お願いします。いや、めっちゃ僕今ちょっと緊張してるんですけど、まず徳君こと徳島剛さん、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、僕ちょっと何につながりかっていうと、同じ福井県出身で、まあ、僕はちょっと福井にいた時は全然あれだったんですけど、もう徳島さんは僕からしてみたら雲の上の存在みたいな感じで、ゼウスって言うの、ゼウス、アテナアテナぐらいでさほど変わんないねもう本当福井だったら知らない人いない人なんですよ、卓球してる人で。はい、そうなのか。そうなんですよ、知らなかったと思うんですけど、そうなんですよ。でちょっとめっちゃ聞いたら緊張してて、まあでも今日こんな機会あんまりないと思うんで、ちょっとねずっと溜まってた思いをぶつけちゃいます。まず高校の時、実績としては福井県のインターハイ予選3年連続優勝されてますもんね。まあ、僕中学校3年生の時に、なんか高校の試合見に行った時があって、その時丸坊主の徳島さんの決勝は見てましたよ。はい、まずそこですね、僕と徳島さんの出会いは。そうなの。はい、俺出会ってなかったけど大丈夫。いや、出会ってましたね。ちなみに僕、徳島さんが3年生の時の決勝の時に、はいはいはい、腹心してました。マジで。はい、真横でそれは気づかなかった。見てました、僕は。マジで横から。すいませんでした。いえ。プラスですよ、プラス。プラスがあるの。はい、僕が中3で、まあ、徳島さん高1の時に、まあ、福井商業出身、福井商業にいられたんですけど、福井商業ってあの夏休みぐらいになんか中学生練習参加する体験ってありましたよね。 あったね。その時僕行ってるんですよね。マジで。で一瞬多分打ってるんですよ、徳島さんと。マジで。そうなんですよ実は僕近くて。俺全然覚えてないよ。そう、片思いした。片思い、はい、勝手に恋愛になってるけど大丈夫。あざす。3年生のインターハイも、うん、今の有名な有信さんに、有信選手に勝って16ですよね、っていうもうすごい成績を残されてて、で、まあ、まあ国体だって全日本だっていろいろと僕はもう活躍を毎日のように見てました。一部のファンみたいな感じですか。もうだいぶ、だって僕マジで専修大に進まれて、でレギュラーでの試合とかバンバン出てて、それも、まあ、たまになんかこう YouTube に上がってたりとか、そういうのあったね。それもなんか同じ卓球してる友達とかに、うわ徳島さん YouTube 載ってるよみたいな。へー、めっちゃなんかそれで興奮してました。でも今となっちゃさ、はい、サティホの方が有名じゃん。いや、そんなことないです。そんなことない。俺からしたら雲の上の存在、今サティホだ。いや、違いますから。恥ずかしい。まあ、専修大行かれて、うん、卒業して原田工業に。そうだね。はい、今も日本リーグで、まあ、そこでもシングルスもダブルスも2点起用で、まあ一応ね、はい、はい、やられて、で去年の全日本社会人のダブルスで優勝したと。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でもその時もヤバかったです、僕も興奮が。同じ福井県民として。はい、で松平健二さんと平野由紀さん。そう、ね、決勝はえぐいですね。でもそこよりもベスト8の決定戦とかの方が、本当ですか、きつかった。岡谷市役所の、ああ滝沢さんと。そう、岡田さんと滝沢さん、はい、滝沢さんじゃないや。同級生だけど。でもそれってあれですよね、北信越で結構こうやったりしてる。そう、ね、だからすごい、だからもうなんかなんだろう、身内みたいな感じの状態なんだね。すごいきついよね、だからお互い分かっちゃってるから、はい、メンタル的にもちょっと。そう、なるほど。それが一番きつくて、はい、それ勝ったら優勝できんじゃないみたいな。あ、本当ですか。っていう感じだったよ。へえ、そうなんですね。なるほど。じゃあ、おお、そのためは何？それで、まあ、日本一になられて、はい、今このセナタクでコーチをされてるってことで、はい、皆さんぜひ聞いてください。ぜひあの概要欄にリンクも貼っておくので。おお、ありがとうございます。で、そう、ちょっと聞きたいことがありまして、トップの世界でこうやられてた方に。しか聞けないことが多分あると思うんで、ちょっと聞いていきたいんですけど、はい、まあちょっと定番なのでいいですか。はい、今までやって一番強かった人教えてください。強かった人ね。はい、まあ今多分岸川聖夜卓球スクールでやってる、はい、大家さん。ああ、はいはい、もともと東京アートの人で、はい、まあ、多分大家さんが一番強かったかな。へえ。
なんで強いかっていうと、はい、バックが ものすごい回転量すごいんだよ。でそれを、まあ、頑張って入れるんだけど、はい、やっぱ入れるだけになっちゃうから、もう全部ボコスコ打たれるみたいな。でそれがずっと続くんだよ。でどう頑張ってもそこに持っていかれちゃって、はい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 、全部同じ展開になっちゃう。へ、他の選手と比べてもなんかそのバックのあれがやばいってこと。大家さんって結構ホーム独特じゃん、はい、多分そこなんだよ。あ、独特のテンポでみたいな。そう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 、だから今までやったことないみたいな感じだから、どう対処したらいいんだろうみたいな。もうずっとそんな感じだったよ。もう同じパターンでもやられ続けるみたいな。そう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 、社会人になってもう2回やったんだな、はい、もう両方一緒なパターン。へー、どうやっても一緒なパターンになる。あ、そうなんですね、うん、それが一番強かった。なるほど、大家さんの。なるほど。なるほどで終わっちゃってる。大家さんが一番チャンスないと思う。意外でした。うん、意外でした。意外で終わらせない。じゃあもう一個質問いきます。いいよ。じゃあ高校から、うん、選手代、福井商業から選手代入られて、はい、一番の変化というか。変化？やっぱね、周り強いじゃん。はい。なんか自分弱くねみたいな。やっぱそれまでさ、やっぱ一応福井県じゃトップ張ってきたもんだからさ、やっぱなんか自分強いと思っちゃって、うん、まあ基本みんなそうじゃん。まあまあそうですね、まあ天狗になっちゃったり、まあ、県ちゃんになったらまあそうそうそう、はい、なるじゃん。けどね、やっぱ大学、先週その専修大学行ったら、ね、はい、もう周りみんな強いから、はい、もう衝撃受けるよ。だから練習してても球の質違うし、はい、なんならもっと入れミスんなよみたいな感じになるから、俺ってまだまだなんだなみたいな。あ、でも一応試合もう1年生の時から出られてたね。そうだね、一応出させてもらってたね。それってなんかどういうあれで、なんだろう、結局気に入られてたのかな。なんかちょっと本当に失礼なんですけど、まあ選手代めっちゃ強いじゃないですか。もう失礼って言われちゃって俺すいません、本当すいません。失礼なんですけど、まさかレギュラーで出るって。いや本当に、いや最初ね、本当は明治大学に行きたいって言ってて。あ、はいはいはい。でもそのまあ恩師がお前は専修大学に行ってレギュラーで出て頑張れみたいな感じだったし、で専修大学行くじゃん、はい、出れねえよなって思って。ああ、なるほど。でもそんな中で出してくれたってことはすごいなんか気に入らせたんだって感じだし、やっぱそこで頑張ろうと思ったよね。なるほど、大学で。ああ、まあ期待があって。そう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 、なるほど。めっちゃ練習しましたか、大学に行って。めっちゃ練習してたよ。どれぐらいなんですか。そう、めっちゃ気になってて、その大学生の一部ぐらい、関東一部校の。でもね、言うてそこまでなんだけど、でもやっぱ俺らの場合ってその練習じゃ足りないわけじゃん。はい、正直。まあみんな練習してるわけだから、その時間はさ、で、どこで穴埋めするかって、やっぱその後とか授業の合間とかで練習してたよ、はい。規定練習っていうか、全員が集まる練習は5時から9時ぐらい。5時間、4時間かな。それプラス、プラス、そう、自分で練習したりとか、まあそんぐらいしないと無理やったよね、あの環境を打破するのって。他の周りの人も、でもやっぱそう、だから一緒にやってたよね、あの、同じ同級生とか、はい、まあみんな試合出たいからさ、まあ一緒にこう、切磋琢磨して、はい。じゃあ、専修大のトップレベルの選手とかいるわけじゃないですか、その人たちもやっぱもう、めちゃめちゃバリバリ練習するんですか。やるやる、もうみんなね、意外とね、そのなんかよく聞くじゃん、なんか俳人がどうのこうのって。あ、めっちゃ聞きます。でしょ、はい、意外とないんだよ。へえ。練習の時は結構みんな真面目なんだよ。へえ。なんかツイッターとか、うん、まあこう有名な選手の見てると、うん、なんとなく、まあ当たり前なのかもしれないですけど、遊んでるツイート、遊んでるというか、まあどっか出かけたとか、まあもちろんそれって生活の一部しか見てないからそう思うんだと思うんですけど、大学生ってやっぱ強い人ってその貯金だけでやって遊んじゃうみたいなイメージが勝手にあって。あるよね、多分そのイメージ、はい、いや意外とね、みんな真面目。あ、そうなんですね。それもびっくりしたよ。やっぱなんか入るときに、はい、灰になった、灰になったってよく聞くから。聞きますよね。あれ、灰になったんじゃないのみたいな。でも全然練習してる、はい、バリバリ練習する。なんならその結構やる気ない系の人たちの方が成績出てたりするから、はい、へえ。それすごいなと思ってて。意外ですね、それは。俺も意外だった、それは。だからそんな中で俺も必死こいて練習して。今だから言えるけど。ちなみにじゃあ他の大学との交流とかってあります？
まあ、練習他の大学に練習行くとか。ああ、それは何回かあったね。例えばどこ行かれました。まあでも結構多かったのは中大かな、中央大学に。じゃあ関東一部校の、うん、まあ他の選手たちとも仲いいって感じですね。相手がどうかしないんだよね。じゃあそのリーグ戦とかの、うん、まあ、リーグ戦はバチバチじゃないですか。バチバチだね。なんかどういう感情というかモチベーションなんですか、その時って。試合前とかってこと。まあ、そうですね。まあ、試合前とかこうリーグ戦でさ当たるってやったらさ、はい、まあ、基本喋らない。やっぱ自分に集中したいから、まあ、相手も気使うじゃん、はい、まあ、俺も気使ってみたいな。で終わった後は結構ちゃんと仲良いし、へえ、まあ、強い大学のそこら辺全然未知なんで。ああそうだね、多分その世間一般から見たらどんな感じなんだろう。マジで分かんなくて。まあでも言うほど硬いのはない。そっからじゃあまあ原田君行かれたじゃないですか、はい、まあ、その喋れるところまででいいんですけど、どういう形で流れるというか。もともとね、はい、違うとこ行こうとしてて、はい、ただちょっとねいろいろトラブルがありまして、はい、ぶっちゃけた話ちょっと監督にも見捨てられて、はあ、まあ、どこにも行くところがないと。監督のそういうあれが大事なんですか、やっぱり。やっぱね、そうそうそう、やっぱさ監督だから立てないとダメじゃん、ちゃんと。俺はそれを、まあ、蹴ってしまって、まあ、その話をパンって。あで、まあ、当時、まあ、日本リーグが盛んだったから、はい、まあ、T リーグとかなかったから。そうですね、そうそうそう。でその時日本リーグが、まあ、やっぱ日本の中じゃトップレベルの戦いをしてる、はい、ところじゃん、はい、やっぱ出たいじゃん、はい、で俺の大学の1個上の先輩が、はい、原田高校にいたから、はい、早速お願いしますみたいな感じに。そしたら向こうの承諾ありから入ることになって。でそれってその、まあ、日本リーグの企業に行くのって、うん、まあ、徳島さんは自分からこう行ったっていうのは結構珍しいケースってことですか。じゃない、基本的にやっぱ監督からこう話が行くから、はい、はあ、そうなんですね。だと思うよ。へえ、もともときついって言われてたところだから、はい、まあ卓球やれるならいいかと。なるほど、甘い考えで行きました、ね、え、実際じゃあ入ってみてやっぱあんまり練習する時間でないですか。いや練習する時間は あるんだけど、はい、仕事が最優先だから、はい、仕事が終わってから練習だけど、それってサラリーマンの方が趣味として卓球やるのと一緒じゃん、うん、まあ、時間を使い方はね、はい、そこがなんかスポーツマンじゃねえの。あ、まあでもそれでも卓球やらせてもらってたからありがたい話なんだけど、なんだろう、体がきついというか、うん、まあ、現場仕事だったんで。1日のなんかこう流れ的なのどんな感じですか。やっと具体的な、ね、7時から仕事で。7時からですか。うん、7時から仕事で5時に、定時は8時から5時みたいな。あー、なるほどなるほど。でそれが6時に行ったりとかもするんですよ。えぐい、それはやばいです。うん、いや、やばい、まあやばいというか別にその会社自体は別にやばいかもしれないんだけど、まあ、そのその後に卓球やるっていうのがどうしてもしんどかったよ。うん、じゃあその練習するってなった時は何時ぐらいまでやられてるんですか。もう大体8時9時ぐらいじゃない。でそんなに時間もないから、ね、でも土日は練習はできるんだけどやっぱ疲れてるじゃん。まあ休みたいですよね。そうそうそう頑張りたいんだけど、はい、体がついていかなくなる途中から。それはちなみにもう入ってから分かったって感じですか。そうだね、そうそう、だからどんだけきついのか知らなかったからさ、はいはい、いやきついって聞いてたけどこれまで頑張ってきた、うん、なるほど、で分があるから、はいはい、大丈夫でしょと、体力があるよみたいな。そうそうそう、いざ入ってみる、夏暑い冬寒いもうまず環境にやられるじゃん普通にからもう労働してから練習みたいな。なんかその、まあ、同じ一部で、まあ、あのリーグ戦するにしてもやっぱこっちやっぱ練習量少ないしなっていう最初のなんかあれはあるんですか、やっぱ劣等感。まあそうだね、あるけどやっぱそこを頑張ってねこう競ったり勝ったりするのがやっぱスポーツマンじゃん。臭いね言ってること。いや、かっこいいぞかっこいいです、やめて、まあ、確かにそのブランクはあるかもしんないけど、はい、でも結局さ俺ら勝っちゃってるわけですよ。うん、関係ないよねってなる。確かに、いや本当にびっくりしましたもん。いや俺もびっくりした。え、びっくりしたけどね、優勝した時、え、優勝したんだって。はいはいはい。いや、本当になったら分かんないけど、優勝した感覚本当ないから。へぇ。
いやでも同じ福井県民として、うん、なんかその本当にトップの方で活躍してるのを見るとリアルにこう自分のことのように嬉しくなりますよ。そうだから、はい、まあ僕の地元にの人たちにも言いたいし、全然まだ成績も出せてない人たちにも言えることは、まあ、とりあえず何にするにしても頑張れば、うん、ここまでいけるって話だよね。確かに俺も別にそんな有名な高校じゃない、まあ有名な高校なんだけど、うん、結局全国行ったらさ、うん、全然勝てないみたいな感じの状況で、でもそんな中でも、もうひたすら練習してたし、もうなんかもうやることだよ、続けること、継続やる、まあそれでここまでやれてこれたんかっていう感じ。でも急にまとめちゃったけど、いいっすね。いやでも本当僕みたいに多分徳島さんは知らなくてもこういろんな情報で活躍してるなっていうのを知って嬉しいと思う人多分いっぱいいると思うんで、ありがとうございます。でも僕がだからその福井県民を代表してそれをちょっと今日お伝えしたいなっていう本当に県知事さんですか。あ、どうも。これで僕は徳島さんと同じ福井県民だったけど何もしてなかったら出会うことはなかったわけじゃないですか。なんなら俺 YouTube 始めてなかったら多分先ほどは会えてないですよね、うん、すごいですね。長年の時を経てそれをこう語り合えるってすごいなんか不思議です。そうだね、まして東京でだってもう10年前ぐらいの話。いや本当に、はい、いやそう考えると今すごい、はい、俺もすごいと思って正直。本当ですか。うん。だってこの YouTube に出れてるんだ。いやそんなもうサティオのアカウントで出てるの。いやもうそんな恐れ多いです。出ていただけてるって感じで、いやありがとうございます。ありがとうございます。いやもう本当になんかもうずっと、はい、憧れの方だったのでありがとうございます。はい、ちょっと今もちょっと緊張してます。僕も今憧れの存在です。いやいやいやもうとんでもないです。とんでもない。2回言うな。こんな本当日本のトップでやられた方の話をもうこんなに聞ける機会なんてあんまりなかったのですごい僕個人的に嬉しかったです。でちなみにあちょっと言うの遅れたんですけど、まあ、徳島さんは今 YouTube このセナタクで働かれてる方たちと、まあ、YouTube サンクスプロジェクトをやってるので、うん、はい、そちらの方もぜひチェックしてみてください。とにかくもうえげつないので日本トップの技術がもう技術力はもう今 YouTube 上げてる人の中でもトップレベルの言い過ぎだからヤバさなんでちょっとマジでチェックした方がいいです。はい、そんなところですかね。結構たくさんお話を聞いたんですけども、はい、長々ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。今後もぜひ機会があればまたなんかいろいろ取りたい切り替えだね。取りたいと思います。はい、そしたらじゃあまたの動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ長くなってすいません。いやいやいや、こんなになるから。